はい、リービックの方に来ました。おはようございます。はい、よろしくお願いします。まあ、今回関西放送切手についてなんで、はい、まあ、あまり見当たりもないななんて思ったら、なんですかこれ。ちょっとですね、まあ、HFMP の短くしたものを参考展示ということで、今回参考展示でショートバージョンを展示させていただいてます。はい、もうこれ本当に切っただけだよね。そうですね、純粋にですね、今現行のものよりも、まあ、13センチぐらい短くした形で、1本につき、まあ、13センチ短くしたので、まあ、3本で合計40センチ近く、まあ、短くなっているような形ですね。そうですね、まあ、この HFMP のポイントは、まあ、高かった、大きい、まあね、この頭越しに何かビデオを撮れるよって多分ポイントだったんだけど、逆に言うとやっぱアンダーが撮れないって多分そのクレームというか、まあ、そういう話も多分あったと思うんですよ。まあ、僕もそう思ったんだけど、まあ、それに一応対応してみたというか、それをやってみたと。そうですね、まさにおっしゃる通りで、まあ、高い頭越しからのショットっていうのを狙えるのか、これの利点ではあったんですけれども、やっぱり一部の中ではお客様の方からまあちょっと国内輸送の機内のスーツケースに入る大きさであったりとかっていうような形で、少し短いものもあればいいよねっていうお話はいただいておりましたので、まあ、ちょっとそのご要望に対して実験的ではあるんですけれども、参考展示という形で、まあ、実物大でこんな形ですよっていうのを、まあ、提案させていただいたような形ですね。実際これどうなんでしょう、やっぱ反響良ければ販売も考えていいんですかね。そうですね、まあ実際お客様のも、まあ、ご要望でいろいろと反響をいただければ、弊社の方としても前向きには考えていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひちょっといろいろご反響をプロニュースの方にもいただければ、参考に弊社の方でもできますのでと思います。はい、まあ、でもやっぱこの短さが僕的にあれと取れないな、ちょっと短くしていただいて、はい、そう、やっぱりここの高さっていうのは、ね、まあ、子供とか撮るときとかね、今までちょっとこれはちょっと高かったんで、もうその辺は短くして俺買うからって言ってたから、そうですね、まあ、それをなんかいきなり、こう昨日実は僕見て、おすげえとか思ってたんですけど、はい、ちょっと黙ってたんだけど、ようやく解禁ということで、そうですね、これ、まあ、どうなんでしょう、道場がね、実際、社内的にはどうなんですか。まあ、本当に、ね、そうですね、まあ、お客様の反響が良ければっていうところに尽きるので、まあ、ちょっとぜひぜひいろいろとお声をいただければっていうところですね。とりあえずこれ50本ぐらい限定販売しようよ。プレミアつけていいかな。なるほど。ちょっとそれもいろいろと販売の方策は考えていきたいと思います。はい、これ実際、まあ、この中にうまく収まることができたってことね。はい、で多分それ先ほどちょっとインサートでも撮ってるはずなので、まあ、それを見ていただければなと思います。はい、あとこれから先インタビューがあるわけですけど、はい、何かそれに向かってのアナウンス的なものってあります？ですね、まあ、ちょっとまだいろいろとは公にはできない部分もいろいろあるんですけど、まあ、今年のインタビューはもうリーベック面白いねって言っていただけるような形のものを、まあ、ちょっといくつか用意しているので、ぜひぜひインタビューのブースにもお越しいただければと思います。はい、わかりました。じゃあいろいろとちょっと楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。